たいちゃんの気ままにスクラップ。この動画には以下の要素が含まれません。それでもいいよっていう人はゆっくりしていってね。それでは早速やっていきますよ。やっていきますよじゃないわよ。あんた今まで何してたのよ。いや、いろいろと不幸事が重なったんだよ。一体何が重なったっていうのよ。まずは、Wii U のパッドが壊れてしまったんだよ。スティックが横と置かなくなってしまって、私の考えとはあらぬ方向に進んだり、進めば止まらなかったりだったから、修理に出してたんだよ。それは、スティックの反抗期ね。でも修理なんて、長くても2週間もあれば終わるでしょ。それだけじゃないんだ。パソコンが。パソコンも反抗期だったよん。パソコンが焦点してしまって、変なこと言うから、あんたも焦点してしまったじゃないの。いやいや、本当に大変だったんだから。でもそのおかげで大幅にスペックアップ。パソコンを買い替えたよん。新しく作ってもらった。さらにこの際だから、キャプチャーボードも新しくしてみた。おお。でもそのおかげで、財布の中身が焦点してしまった。そしてさりげなく、タイちゃんも焦点していくのであった。また同じ人に、やられた。ただのカカシですな。でも、なんか前と画質が違うと思ったらそういうことだったよん。これで視聴者様にも安心してご覧いただける。でもなんで急に新シリーズなんか始めたよん。しばらくスクラプーン自体できなかったから、せっかくだしリハビリも兼ねて、やっていこうかなって。前回シリーズも今後更新していきますので、こちらと合わせてご視聴くださいね。うまい！味方さんがボムラッシュで人目にかかったのに、さりげなく奪っていくタイプです。大ちゃん、最低ね。何をおっしゃる、見事な援護射撃と言っていただきたい。攻めあぐねる味方さんを助ける。ヒーローは、遅れて登場するものなのだよ。でも、バカぶりは健在である。私のかっこいい登場シーンが、久しぶりだとはいえ、ちょっとひどすぎない。チャージャー担いでた時と立ち回りが全然違うから。どう動いていいのかすらわからない。とりあえず、足は引っ張らないようにしなきゃ。行ったそばからやられるってどういうことよ、わら。いちいち交換だから、最低限仕事はした。でも、タイちゃんはすでに4デスしてるよん。十分足を引っ張ってると思うよん。ここから頑張る。でもすでに、さっきのパブロさんに狙われている。よし、完璧。次は、お前だー。ちょっと待って。緊急脱出。タイちゃん、よく逃げられたわね。あれくらい余裕だね。焦りまくって、味方さんに飛んだのは内緒にしておく。降りた先が安全であれば、問題ないのだよ。全然安全じゃなかったよん、わら。回避ー。来るな。からの、チャーンス。しかしそこには。ドヤー。ドヤーじゃないわよ。邪魔。あたしだって、これくらいは。やられたらまずい時間帯だから、最低限の仕事ね。あとは、ここから塗りまくるだけ。獲物発見。しかし、ガバガバのインク管理である。あ、わら。似たような光景を、さっき見た気がする。最近流行ってるんだよ。自ら突っ込む、ド M 精神。はいはい、言い訳オフです。最後の逃げに危なかった。足場上昇してなかったら、スパショ当たってたわね。そんなことより結果発表。これは一目瞭然ね。勝った。でもタイちゃんはやられまくってたから、負けてたら戦犯候補の筆頭ね。あれ、予想以上に活躍してる。なんだかんだ言って、頑張ったよん。まあ復帰動画はこんなもんで、わら。こちらでは気ままにやっていきますんで、よろしく。それでは、ご視聴。ありがとうございました。